地震があって津波がある国に困るだろうと友人に話した。それからもう何百万回何人も言ったことはね、この廃棄物、原子力廃棄物はどうしもない。アメリカもいろんな国が考えてるけど返事はないですよ。だから未来を汚すのかな。私は日本が大好きだから日本国籍をいただきました。私は日本人でいることを誇りに思ってます。でも日本人を見えてないからないっていうことはないですね。31年前に私はよく山歩いてたね。最初鉄砲の免許を取って漁師と一緒に山歩いたら、どれほど産業廃棄物、医療廃棄物は長野の山の中で捨ててある。全部水源地です。なぜそのことを国が許せるのか。この国が本当に信じてたんです。日本の文化がアジアの中で一番水とか花とか生き物、自然を大事にする文化だと信じてました。もっと信じたいです。可能性あるもん。日本の面積の 67% は森です。森ですよ。どんなヨーロッパの国より多いです。私は長野県で30年土地を買って森を作ってる。そして短い間に絶滅危惧種が42戻りました。この国の可能性がずっとあるんですけれども、我々は自然と戦わないで自然と一緒にやらなくちゃいけないんです。今政府が考えている防潮堤、14メートル以上の高さに、幅は90メートルから100メートルの防潮堤が津波は止めますか。止めません。止めない。本当に景色が悪くなります。そしてこの土はどこから来るのな。山を削るだろう。どのくらいお金がかかるの。それから日本の海岸が本当に豊かな水産あるはずです。一つの理由は地下水です。真水がもう川も流れてるけど、見えてないところできれいな山の水が海の中に入って、だからカレイとかそういう魚が豊富ですね。それを止めると水産がダメになるだけじゃなくて、防潮堤のこっち側中側に水が溜まる。土の中で地震が来ると崩れる。そのくらいがわからないのか。僕は本当にね、寂しい。私は北極何回も行ってます。20歳の時に北海道よりも大きい島に5人だけでいたんですよ。寂しいと思わなかった。砂漠を旅してもね、寂しいと思わない。しかし先週、南相馬の町を通って、昼間通っていいけどカラスもいなかった。寂しかった。それもう少し遅く行ったら検問がありますか、警察がみんな止めてる。入っちゃいけない日本があるんです。入っちゃいけない日本があるんです。僕は日本はどこでも自由だと信じてたんです。日本を返してくれと言いたいですよ。でもね、綺麗な言葉だけじゃなくて、私それでも未来を信じる。これだけの人が集まる。我々は日本を愛してるから集まってる。未来を信じたいから集まってる。これだけの知恵があれば、この日本でも動かせると思います。私は個人的には東松島で子どもの森の教育とか
森の学校には自分の時間の半分あげますけれども、皆さんね、2年前のことを忘れないで、忘れないでください。お願いします。これ以上喋るとね、頼っていただきます。はい、ニコルさんありがとうございました。ありがとうございます。あと3分、あと3分ほどとなってまいりました、はい、そうですね、ちょっとまだ3分って長いですね。どう、じゃあちょっと、いや、ちょっと坂本さんにすいません、僕代表して軽く、ちょっと気楽にね、この 2,3 分にお話しいただくので質問したいんですけど、まあ本当にね、僕なんかにこうやってこういう場を作ることをやろうかって言っていただけたこと本当に嬉しくて頑張りましたけども、でも今日なんか本当に僕たち今これ月曜日の平日の2時40分ですよ。周り見回してくださいよ、こんなにたくさんいるんですよ。3000人ぐらいいるんじゃないかと思うんですけど、本当に皆さんに拍手です。ありがとう。